こんにちは、厚木浪人村山神宮の役の平原大地です。今日は、見てください、この草ボンボン生えてるところに来てるんですけども、これでこの草刈りで剣術の稽古をしに来ました。頑張ります。なるほど、刀の5個短く、刀にこれで重さを乗せてくる。なるほどですね。そうするとさ、切っ先が重いでしょ。あ、こっちが、ここの重さがちょっとこう乗るように。ああ、わかる。はい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 。で、振るとさ、遠心力で少し外に行くでしょ。はい。それを感じながらやる。はあ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 。それが刀の振り方だから。もっと短い。これ短いとこういうこと。あ、ここの手と手の感じか。おお。あ、腕力じゃなくて体の使い方で。体の使い方で。バイバイしこう、こっちに使えられないか。ぐいっ、あーぐいっって、で、ここまで行ったら、刀の方にこの力が伝わるんですね。もう体を忘れて、あとそれに、弾を落とす。ぐいっ、こう落ちてくる。その先は刀、これを、ロープンで割とこう落ちてるときは意外とリラックス、だからここから最後までこうやるんじゃなくて、最後までこうやるんじゃなくて、ここまで行ったらあとカップ、あのクマがそのまま自由落下してる。そう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 、むしろここの体のバネ使って、そう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 、はい、当たってきました。楽しいですね。楽しいでしょ。
なかなか面白いですね。刃筋をしっかり通すと引っ張って切れるみたいです。ここからが分かりやすい。そう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 。いやそうそう、毛さっとか切ってごらん。そう、いや全然違うでしょ。刃筋を感じます。刃筋感じるでしょ。はい、そう、すげー良くなった。全然違うよ、はい、まあ、全然違うよ。これよ。はい、見てください。約3時間草刈りさせていただきました。監督の浅田監督と共演している中村先輩と草刈りさせていただきました。がっつりやりましたね。いやもうなんか集中してで朝で感じで、もう、はい、中村さんも寡黙になっている感じで、もう僕も黙々と出していただきました。もうなんていうか、やっぱりあの仕事するときにはめっちゃ集中して瞑想状態に入ってやるって、それです、すごい大変だなと思う。はい、これが非常に重要だと私は思ってるわけなんですよ。あ、ね、あのそこで禅の境地に入って、禅の境地来ました。体を鍛える、鍛えるとともに処理をしていく、動作をする、あれか、全て一つになってこそ禅の境地じゃないか。いやーもう、はい、ただ単にあの瞑想するということもいいけれども、動きながら瞑想する、あこれは非常にいいんじゃないかなと私は思うんですよ。もうそれです。で、まあ、それとともに、なんかこう荒れていた土地がこう開墾された。そんなに言えばそういうところがまた禅の境地、そこまで深いところがあった。全てがなんかつながっているんじゃないかと、まあ、これが自然の醍醐味じゃないか。あ、醍醐味。そして自然と共に生きる、これが人間じゃないかと私は思っております。こういうことが次々とすごいですね。これぐらいのことを言いたかったですけど、そういうことです。もう体の使い方からもう 実際の、はい、実技で鍛えることができました。